ルスタベリ大通りは、ジョージアの飛びり市中心部にある大通り。中世ジョージアの詩人書たルスタベリにちなんで名付けられた。1918年までは、ゴロビン通りと呼ばれていた。自由広場を南端とし、第一共和国広場を北端とする。全長は約1 5トル大通り沿いやその近傍には、多くの政府施設、公共、文化施設、 オフィス棟が立ち並んでいることから、ルスタベリオ通りは、トビリシの中心的な通りであるとみなされている。代表的な建物として、旧ジョージア国会議事堂、トビリシオペラバレー劇場、ルスタベリ劇場、ジョージア国立科学、アカデミー、カシベティ協会、ジョージアファインアート博物館、シモンジャナシア記念ジョージア博物館、そしてイメリが挙げられる。1989年、 ルスタベリ大通りにあった政府庁舎の前にジョージア独立を求めて何万人ものジョージアの住民が集結した。このデモ活動に対してソビート連邦のスペツナズが攻撃を行い多数の死者が発生する飛び出し虐殺が発生した。2007年と2011年にもこの大通りで大規模な反政府デモ活動が行われた。ルスタベリ大通りには 飛びリしメトロ及び路線バスが運行している。飛びリしの歴史的な動脈であるダビトアグマシェネベリ、通りからは地下鉄で一駅の場所にある。ありがとうございます。